こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、日本史を楽しく学ぼうということで、前回は江戸時代の文化ということで、えー、一緒に勉強しましたが、今回は明治維新と近代国家に 日本の成立ということで、幕末から明治時代を一緒に勉強しましょう。そう、幕末ということは幕府が終わるんですね。はい。時代区分は幕末、明治維新、明治時代前期となっております。取り扱う年代は、 1853年のペリー来航から1889年の大日本帝国憲法の発布までとなっております。憲法が作られる時までを明治時代前期と呼んでおります。はい。それではまず、江戸幕府はなぜ終わってしまったのか これについて勉強してみましょう。黒船来航と江戸幕府の終わり。どうやらこの黒船というものが何かポイントになっているようです。はい。日本が鎖国をしている間、ヨーロッパやそれを受けたアメリカ大陸では大きな社会変革が起こっていました。これが イギリスで起こった産業革命です。産業革命によって石炭を使って大量の鉄ができ、蒸気機関車、蒸気機関によって大きな力を得て蒸気機関車や蒸気船といった大量かつ高速輸送が可能になる運送手段ができました。 欧米各国は産業革命で巨大になった経済力を背景に世界中に船を出しそして国内では蒸気機関車でそれを運ぶというような形で製品の市場をどん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 と海外に求めるようになりましたそしてとうとう1853年アメリカ合衆国 の、提督つまり、軍人でございますて。軍人の提督ペリーが、四隻の蒸気船、いわゆる黒船と呼ばれております。これを引き連れ、今の神奈川県にある浦賀に来航し、日本にも、開国、鎖国ではなくて国を開くと、 様々な国と貿易をする。少なくともアメリカ合衆国としては、アメリカ合衆国と貿易をしてほしいと要求しました。幕府としてはいきなりやってきたので大混乱でございます。そんな中、また来るぞと言ってペリーは去ってきましたが、翌年、さあ、早速やってきました。 その最大日を受け、米国の船舶が日本の港湾を利用することなどを認める日米和親条約を結び、その後、アメリカ以外のヨーロッパ各国とも同様の条約を結び、1639年に確立したオランダとしか貿易をしない、 しかも長崎の出島でだけという鎖国体制は終わりとなりました。開国されたわけです。欧米各国はさらに日本との貿易の条件に関する通商条約の締結を求めます。日本国内では日本は 天皇が治める国であって外国人を入れるべきではないという尊皇上位という考えが全国的に起こりました。これは前回の勉強でお話ししました国学が影響しております。特に水戸、今の茨城県で勉強が進んでいた水戸学が その影響を大きく受けております。その学問によって、尊皇上位という考え、これが起こり、幕府の,の動きは開国である尊皇上位ではないということで、対立が起こりました。その時、大老である伊伊直助、 不代大名の伊伊直助はこれを弾圧しました。たくさんの人が牢屋に入り、そして自決させられたり、処刑されたりしました。伊直助は通商条約の締結、貿易などの条件などに関する条約、 これを締結することを強行しますが、その後、尊王上位派に暗殺されます。これは水戸藩の仕業だと言われております。水戸学の水戸藩です。日本は長い間、他の国と外交をすることがなかったので、国際の法律、いわゆる国際法の知識に乏しく、 この時に結ばれた通称条約には違い法権というものがあったり関税自主権を認められないといったような不平等な条約でした。違い法権とは外国人が日本で犯罪を行っても日本が裁くことができない外国が裁くということです。 関税自主権というのは、日本が物を輸入するときに関税という税を取ることができますが、その税額を、税率を決めることが日本ができない、自分たちで自分たちの関税を決めることができないという条約でした。大変不平等であり、不平等条約と言われております。 その頃力を持っていた山口の長州藩と鹿児島の薩摩藩は尊王上位の代表でしたが、欧米諸国に日本は大きく遅れており、それに追いつくには上位、外国を追い返すのではなく、積極的に外国に学ぶことが必要であると。 幕府の仕組みではそれがうまくいかないと考え、薩長同盟と言われる、薩摩と長州の同盟を締結し、幕府を打ち倒すことに方針を変えました。いわゆる倒幕運動でございます。そして、最終的には1867年、 最後の将軍、第十五代将軍、徳川義信は、正位大将軍を辞任。これを大政奉還と言います。つまり、大いなる政治を天皇にお返しするという意味です。江戸城は、薩摩の最後高森らの率いる新政府に明け渡されました。 こうして江戸幕府は終わり、武士の世の中が一旦の終わりを迎えます。そして明治維新と文明開化へと時代は進みます。幕府が倒れた後、薩長同盟を結んでいた中の、 薩摩、まずは薩摩藩の西郷隆盛、そして大久保利道、そしてもう一つの藩である長州藩の木戸高吉らの動きによって明治天皇、当時の天皇であった明治天皇を中心とした新政府が作られました。これは王政が 元に復する、戻るという意味で、王政復古と呼びます。明治天皇の名による、五箇条の御政門というものが発布され、政府の、新政府の方針が示されました。これに基づき、様々な改革に取り組みます。また、元号が、 明治に改められたことを受け、この改革、さまざまな改革、これらをまとめて、明治維新と呼びます。新政府は幕府だけでなく、その配下にあった藩も廃止し、政府が全国を直接治める形に変えました。 これを、藩を廃して、剣を置くと書いて、廃藩知県と呼びます。また、市民同名平等を謳って、市の交渉といったような身分の違いをなくしました。つまり、武士の特権を否定しました。新政府は、 各種法律、裁判、軍隊、警察、経済、金融、税制、機械工業、鉄道、郵便、電信、学校、そして暦など、数々、数々の分野で、 欧米をを模範にししたた改革を行いましたこれらの改革によって例えば布地が安く手に入るようになったり蒸気機関車で短時間で遠くまで移動できるようになるなど人々の生活は大きく便利に変わりましたこれを文明開化と呼びます文明が 開いて化けたのです。また、身分性をなくしたので、生ま,生まれた家にかかわらず、個人の努力によって、政治をはじめとする社会のあらゆる分野に関わることができるようになりました。このような社会にあった、自由や平等など、権利、人権といった 欧米の考え方が福沢諭吉などにより紹介されました。はい。外国に勉強しに行ったんですね。はい。また、外国人を雇って、あさこの、 ここに挙げたような様々な改革を行ってもらったというのも一つの側面であります。すべてを自分たちでやったわけではございません。各貿易相手局の協力を得て、短い期間、本当に短い期間でこれらを行ってまいりました。以上が 明治維新と近代国家、日本の成立でございます。今までの日本は、日本の中だけで成立しており、たまに外国がやってきた時だけ、例えば、元がやってきたとか、白木が攻めてきたとか、そういう時だけ、 兵を派遣して成敗すると。そのような体制。また鎖国も行っておりました。とにかく日本の中だけで完結しておりました。それが変わったのでございます。近代国家へと変わった。これはすなわち世界の中の日本になったということでございます。 そしていよいよ国際社会に進み出す日本へと進みますがお時間いっぱいいっぱいとなりました。今回はここまでとさせていただきます。また一緒に勉強させていただきました。それでは今回の配信は以上となります。また一緒に勉強しましょう。それでは また別の配信、次の配信でお会いしましょう。さようなら。